ギャラティン軍はアメリカ合衆国モンタナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は89,513人であり、2000年の67,831人から32%増加した。モンタナ州の軍では人口で第4位である。軍庁所在地は州内第4位の都市ボーズマン市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。 軍住民の大半はこのボースマンとその近郊に住んでいる。イエローストーン国立公園の局一部が軍内南東部に入っている。スキー場のビッグスカイリゾートがボーズマンとウェストイエローストーンのほぼ中間にある。軍名はルイス・クラーク探検隊を率いたメリウェザー・ルイスが1805年に当時の財務長官アルバート・ギャラティンにちなんで名付けたギャラティン側の名前から取られた。 ギャラティン側の渓谷は、アメリカ国道191号線を通っていくことができる。19世紀半ば、ダコタ巡州がいくつかの州に分けられた後、軍の一部は放置されたままだった。まず、モンタナ州が作られ、続いて、アイダホ州、ワイオミング州と作られ、この3州が合うところに、ちっぽけな領域が残った。1873年、この一部が、 モンタナ州に付けられ、ギャラティン軍の一部になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2632平方マイルであり、このうち陸地は2606平方マイル、水域は26平方マイルで、水域率は0.99%である。ギャラティン軍は、1978年に当時軍相当地域だったイエローストーン国立公園が、 解体され、ギャラティン群とパーク群に一部が割り振られて、現在の領域になった。ギャラティン群には、陸地99.155平方マイルと、水域0.119平方マイルが、パーク群には、陸地146.229平方マイルと、水域0.608平方マイルが付けられた。移管された地域は、ギャラティン群では、国勢調査地域14号、パーク群では、 道六号と呼ばれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ビックスカイリゾートイエローストーン国立公園は、その約2.89%の実が、群内南東部に入っている。ありがとうございます。